2023年8月6日、西東京教会主日礼拝。聖書の箇所は、ローマの信徒への手紙第3章、27節から31節まで。賛美歌は474番です。天地よ、主に向かって喜びの叫びをあげよう。喜び祝い、主に仕え、喜び歌って御前に進み出よ。知れしこそ神である。主は私たちを作られた。私たちは諸のものその他に主に養われる羊の群れ。感謝の歌を歌って主の門に進み、賛美の歌を歌って主の庭に入る。感謝を捧げ、皆を称える。主は恵み深く、慈しみはとこしえに。主の真実は世々に及ぶ。お祈りをいたします。主イエスキリストの父なる神様、暑い中でこうして共に礼拝を守ることができますことを感謝します。集まっている一人一人をあなたが祝福してくださり、あなたの御業を、あなたの御言葉を、あなたの御心を教えてください。そして信じる思いを私のみんなに与えてくださいますように。ここに来ることができていない人たちのことも思います。病院に入院している仲間がいます。どうしても今日都合がつかずに来れない人もあります。いろいろな事情でしばらく礼拝に来ていない人もいます。その一人一人をあなたが支えてください。キリスト教式の学校で学んでいる生徒が、
この夏休みに礼拝に出席をしています。どうかその学びの時をあなたが祝福してくださり、良い年としてくださいますように。信仰に基づいて立てられている学校の上にもあなたが豊かに祝福を与えてください。私どもはこの夏、私どもの国がかつて戦争をしていたことを心に刻みます。また原爆が落とされたことを思い起こします。私たちの頭では理解しきれないほどの悲惨な出来事が起こり、人間の罪が吹き出していたことを思います。どれほどの理由をつけても戦争が悲惨な罪の業であることは否定できません。私もの大事にするこの国が再び過ちを犯さないように、私もの歩みを支えてください。人間の知恵ではなくあなたに従う思いを持って歩ませてくださいますように。どうしたらば戦うことなく平和を作り出すことができるのか、それも私もの知恵を超えた道なのかもしれません。どうかあなたがその道を与えてくださいますように。台風の被害、あるいは世界中で見ると様々な困難の中にある人々も数多くあることを思います。どうかその一人一人をあなたが近くいて支えてくださいますように。このお祈りを主イエスキリストの名によってお祈りいたします。アーメン。聖書を読みます。聖書は新約聖書、新共同訳聖書277ページ、ローマの信徒への手紙第3章27節から31節までです。新約聖書277ページ、ローマの信徒への手紙第3章27節から31節まで。では人の誇りはどこにあるのか。それは取り除かれました。どんな法則によってか、行いの法則によるのか。そうではない、信仰の法則によってです。なぜなら私たちは、人が義とされるのは律法の行いによるのではなく信仰によると考えるからです。それとも神はユダヤ人だけの神でしょうか。異邦人の神でもないのですか。そうです、異邦人の神でもあります。実に神は唯一の神です。この神は割礼のあるものを信仰のゆえに義とし、割礼のないものを信仰によって義としてくださるのです。それでは私たちは信仰によって律法を無にするのか。決してそうではない、むしろ律法を確立するのです。いつものように子供への説教です。みんなはそれぞれ、これは自分の得意なこと、自分が自信を持っていること、そういうことがあるかもしれません。そういう自分の自信が持てるものがあるということは、とても大事な素晴らしいことであるに違いありません。でもある時に壁にぶつかったりします。自分はこれができると思っていたのに、もっとできる人と出会う。自分はまあまあ勉強できると思っていたらば、ああ新しい学校に入ったらば自分よりもできる人の方が多い。スポーツでこれができると思ってたらば、あ、自分なんかよりももっとよくできる人がたくさんいる。自分の自信が揺さぶられちゃうということが起こります。そういう時にうっかりすると私たちは何をするかというと、自分が揺さぶられながら周りの人を見回して、この人の方ができていない、この人の方がダメだ、
この人に比べれば自分はまだいい、そうやって自分の自信、自分の誇り、自分のプライドみたいなものを守ろうとする。でも私たちが生きているときに一番大事な自信というのは、それは私は神様がイエス様を与えてくださるほどに愛してくださったものなんだ、私って神様に愛されている子供、それはどんな時にも揺るがない私に与えられている自信、この神様から与えられている自信というものを持ってずっと大人になっていってほしいと思います。他の自信が揺さぶられても、自分ができるなと思ってたことがもっとできる人と出会って自信がグラグラしても、でも私は神様に愛されている子供、これは絶対に変わらない、絶対にグラグラしない私たちに与えられている確かな自信、確かな誇りです。その恵みを与えていてくださる神様に感謝しながら歩んでいきたいと思います。お祈りをします。父なる神様、私たちにとって神様が私たちを愛していてくださるということは変わらないことです。私たちの歩みはしょっちゅうグラグラします。でもそのグラグラする歩みを神様の愛がいつもしっかりと支えていてくださることを覚えさせてください。このお祈りを主イエスキリストの名によってお祈りいたします。アーメン。私にとって誇り、プライドというものはとても大事なものと言えるかもしれません。図書館に行くと自己啓発本などもたくさんあるんですけども、例えば周りの人に自分の願いを聞いてほしいと思ったらば、どういうふうに相手に語りかけたらいいか、いろんな人が幾度も言えば、相手のプライドを絶対傷つけちゃいけない、相手にダメ出しをしながら自分の言うことに耳を傾けてもらおうとしても無理だから、相手の良いところを見つけながら、相手のプライド、相手の自尊心を大事にしながら働きかけなきゃダメだなんて書いてあるんです。そうかもしれません。私は牧師です。そして聖書の中で人間的な誇り、それは神様の前ではどれほど意味がないことかということを知りながら、それでも例えば周りからあなたの説教はダメだって言われたらカチンとくるに違いあります。あなたは牧師としてダメだって言われても自分のプライドが傷ついてしまう。そして不愉快な思いをする。そのように人間にとっては自分の誇りっていうのはとても大事なものになっているのかもしれません。パウロをはじめとしたユダヤ人にとってもこの誇りということはとても大事なことでした。ユダヤの人たちは自分たちは神様に選ばれた神様のためだという誇りを持って歩んでいました。神様に愛されて神様に導かれている自分たちなんだと信じていたんです。でもある時に大きな国に国が滅ぼされてしまいます。なんで神様の国である私たちの国が滅ぼされちゃったんだろう。国の多くの人が捕虜として連れて行かれてしまい、自分たちの神のためとしてのプライドがズタズタになります。そこからずっと大きな国に支配されっぱなしです。そういう中で神様の助けを待ちながら、自分たちはどういう境遇にあっても
神様の律法、神様の戒めを守って正しく生きている民なんだという誇り、プライドを持って生きようとする。パウロという人は自分について、自分はユダヤ人の中のユダヤ人、律法を守ってそのユダヤ人としてのプライドに生きていた人です。そしてパウロは今振り返って、そういうプライドに生きるということがどれほど危険なことかということを深く自覚しています。自分のプライドを守るために人を裁く、自分は正しく律法を守っているけれど、この人もあの人もみんなダメだ、みんな罪人で神様に許され神様に正しいものとみなされるはずがない人たちだ、そのように裁いていく。そしてついには自分たちは正しい歩みをしているのに、それでもまだ助けてくださらない神様の方がおかしいんじゃないか、神様私たちは精一杯正しく生きているのにいつまで待たせるんですか、早く私たちのプライドを回復させてください。すべての世界中の人たちに、あ、この人たちはやっぱり神様に愛されている、神様の民だったということを示してください。なんで神様沈黙し続けているんですか、私たちがこんなに精一杯歩みながらそれでも苦しんでいることを放っておかれるんですか。パウロは今日読んだローマの信徒の手紙の3章27節で、では人の誇りはどこにあるのか、それは取り除かれました、そういうんです。人の誇りというのを取り去られちゃった。神様の前で人の誇りというのはもう取り除かれているという、そしてすぐに言うのです。どんな法則によって私たちは義とされるのか、それは行いの法則によるのか、そうじゃない、信仰の法則によってだ。人が義とされるのは律法の行いによるのではなく、信仰によるのだというのです。それまでのパウロはそれとしていただいているのは、律法を守ることによって神様の民として正しく歩み、だから神様の前に義とされる、神様に愛される神の民として神様の前に生きることができる、そう信じていた。しかしそう信じていたはずのパウロはここではそうじゃなかった。そうではなくて、ただ信仰によって神様の前に正しいものとされる、神様と正しい関係を回復することが許される、そう告げるんです。神様が御子主イエスキリストを使わせてくださって、自分では自分を正しくすることができない、神様との正しい関係を回復することができない私たちを、その十字架の死贖いによって神のため神の子として取り戻してくださった。ただそのことを信じる信仰によって私たちは神様に良しとされる、そう告げるんです。しかしここでも私たちはすぐ過ちを犯します。そうか、大事なのは信仰なんだ、私は信仰を持っている、信仰を持って洗礼を受けて教会に行っている、だから神様に義とされる、そう言い始めると信仰が人の誇りになる。そして教会の中で裁くことが起こる。私はいいクリスチャン、ちゃんと信仰を持っている、あの人はどうもダメ、あの人は信仰者なのに怖
こういうことをしているからダメ、こういう信仰生活を送っているからダメ、そのように思い始める、言い始める。人の誇りはどこにあるのか、私の信仰にあります。パウロはそう言わないんです。人の誇りはどこにあるのか、それはもうない。神様の前では人の誇りなんてない。でも信仰って、私が教会に行って聖書を読んで信じたんです。信仰って私の信仰なんだから、私は私の信仰を感謝して誇っていいんじゃないか。私は信仰者とされているということが自分のプライドなんだということが、どこが違うんだろうか、そう思う。しかし、私どもの信仰というのは、私どもが聖書を読んで勉強して信じたというふうに、私が私の力で選び取って獲得したものではないんです。そうじゃなくて、神様が主イエスキリストを使わせてくださって、私の罪を救いにしてくださって、私たちに触れてくださり、そして、神様が私どもを信じるものにしてくださった、してくださっている。私が信じているということは、私がすごいんじゃなくて、私を信じさせる神様がすごいんですね。私を信じさせてくださった神様がすごい。そこでは信仰も人の誇りにはならない。私もはこのような自分を信仰者としてくださった神様を驚き、神様を喜び、神様に感謝するんです。そして神様を誇るんです。私たちの誇りっていうのは、そういう意味では外から来る誇りです。外にある誇りです。自分はこのように神様に愛され、神様に信仰者として知っていただいた、その神様の恵みを誇る。それが私どもの誇りであります。自分が牧師であることの誇りというのは、自分が神様によって牧師として立てられる、本来説教、神様の言葉なんて語ることができないはずなのに、それでも貧しい言葉にあって神様がご自分の恵みを明らかにしてください。それは神様がすごいんです。全てのことがそうです。私たちが生きる、そのことに現れる恵みのその源は神様の恵みにあるということができます。その土台に支えられながら、私もは、私もに与えられている信仰、私に与えられている賜物を感謝しながら歩むんです。小さな賜物を神様から与えられる賜物として感謝して大事にしながら生きるんです。から周りの人についても、この人も神様に愛されている、そのことを大事にする。この人にも神様から与えられていたものがある、そのことを大事にする。その時にはその人を裁くのではなくて、共に神様の恵みを味わう。そのようにした時もは、人の誇りというものではなくて、神様が与えてくださる神の民としての誇りに生きる。神様を誇り、神様に栄光を期する歩みを歩む。それが私の歩みとされるものです。自分のプライドにがんじがらめになりながら、人を裁かなければ生きていけない、そのような歩みから抜け出して、神様の恵みに支えられ、神様を喜ぶ歩み、それを共に歩むことが許される。その歩みを感謝して歩んでいきたいと願います。お祈りをいたします。父なる神様、私もは自分の誇りに縛られます。人を裁く、必死になって自分のプライドを守ろうとします。しかし、そもそも神様の前に
誇ることができる誇りなどないことをパウロと共に認めざるを得ません。私たちが味わうのはそれでもあなたに愛されていることされていることを誇ることだけです。あなたの不思議な恵みを喜び感謝するのです。この恵みにみんなと共に生きることができますように。あなたの恵みに感謝して主イエスキリストの名によってお祈りいたします。アーメン。賛美歌474番、聖餐の食卓に預かります。聖餐聖典の聖書の言葉です。私があなた方に伝えたことは私自身主から受けたものです。すなわち主イエスは引き渡されるよパンを取り感謝の祈りを捧げてこれを捧げ、これはあなた方のための私の体である、私の記念としてこのように行いなさいと言われました。また食事の後で杯も同じようにして、この杯は私の血によって建てられる新しい契約であり、飲むたびに私の記念としてこのように行いなさいと言われました。だからあなた方はこのパンを食べ、この杯を飲むごとに主が来られるときまで主の死を告げ知らせるのです。したがってふさわしくないもので主のパンを食べたり、その杯を飲んだりするものは主の体と血に対して罪を犯すことになります。誰でも自分をよく確かめた上でそのパンを食べ、その杯から飲むべきです。主の体のことをわきまえずに飲み食いする者は自分自身に対する裁きを飲み食いしているのです。私の場合は主イエスキリストの定めてくださった聖餐に預かろうとしています。
主イエスキリストは私のために十字架にかかり、その人に苦しみをもって罪をあがない、何の忌しもない私どもを招いて神の子とし、ご自身のよみがえりの命にもかならぬ永遠の命を与えることを約束してくださいました。このように主イエスキリストは私も愛して、計り知ることのできない恵みを常に覚えさせるためにこの聖餐を定めてくださったのであります。そして常に私のと共にある聖霊は、この主の定められた食卓の交わりに主ご自身が臨在されることを確かなこととしてくださいました。この主の招きの言葉を確信と喜びと思って聞き取り、心からなる悔い改めをなし、共に聖餐に預かる兄弟姉妹のための祈りを新しくし、喜びの食卓を囲みたいと願います。聖餐は心に信じ、口で公に表した信仰によって預かるべきものでありますから、皆さんの中でまだ洗礼を受けておられない方、小児洗礼を受けながらまだ信仰告白式が終わっておられない方は、これを受けることができません。すでに洗礼を受けておられる方、小児洗礼を受け信仰告白式が終わっておられる方は、どこの教会であっても共に聖餐に預かってください。招きの聖書の言葉、神はその一人子をお与えになったことに両愛された、一人子を信じる者が一人も滅びないで永遠の命を得るためである。キリストイエスは罪人を救うためにより来られたという言葉は真実であり、そのまま受け入れるに値します。分散をいたします。これはあなた方のためにな、これはあなた方のために与えられる主イエスキリストの体です。
感謝の祈りをいたします。父なる神様、あなたがこの主の食卓のところをね、くださったことを感謝いたします。今はこの杯とパンに手を伸ばすことが許されなかった者たちにも、あなたの愛と招きが伝えられていることを信じます。あなたが信仰を与えてください。感謝して主イエスキリストの名によってお祈りいたします。アーメン。献金を捧げましょう。皆さんにご起立いただきまして、中本にも記されている主の祈りをご一緒に祈りたいと思います。それではご一緒に主の祈りを祈りましょう。天にまします我らの父よ、願わくは皆をあがめさせたまえ、御国を来たらせたまえ、御心の天になるごとく地にもなさせた。我らの日用の糧を今日も与えたい。我らに罪を犯す者を我らが許すごとく、我らの罪を許したまえ。我らを心に見合わせず悪より救い出したまえ。国と力と栄えとは限りなく何時のものなれない。アーメン。主があなた方を祝福し、あなた方を守られるように。主が御顔を向けてあなた方を照らし、あなた方に恵みを与えられるように。主が御顔をあなた方に向けて、あなた方に平安を賜るように。主イエスキリストの恵み、神の愛、聖霊の交わりがあなた方一同と共にあるように。アーメン。